さあ早速元気なおばあちゃまを呼んでみましょうか。はいですね。すみえさん。はーい。はい。ほら元気やろ。おはようございます。おはようございます。声だけ元気です。いやいや声だけじゃなくってそれだけねあの大きな声が出せるというのはね、すみえさん。それやっぱりね何よりの証拠ですわ。あ、そうですか。まだバンドさんと一緒です。あのね、ほんまバンさんもそれ大きな声やからね、あのすぐわかるんです。はい、あの人のね陰口がなかなか言いにくいんですよ。ほんまたくさん嫌いなやつがおるんですけどね、内緒ことが内緒にならないんですよね。そしてこれすみえさんも大きな声で、おそらく近所の人は、うん、あのあすみえさん来たわってわかるんじゃない、うん、そうでしょ、内緒こと言われへんわ言ってそうやねんて。僕もねこそっとなんか言ったってわかるしね。そうでしょ、あの新幹線のデッキに行って話してんのにあって言うんですよ。マスクしてても、え、僕はマスクしてわかる、マスクしようがサングラスしようが絶対ダメ。スメちゃん特徴あるもんね声に。スメちゃん、はい、スメちゃん、あの自分でお年言うてみて。私、ああ何年生まれ。13年、3月31日。え、みんなちょっと待って、ちょっと待って、昭和13年、昭和13年の3月31日。あら、え、ほんまに。本当ですよ。そしたら僕はね昭和15年の3月31日の、あら一緒や。いや、だからいや偶然やわ。これしかしこれ本当に川西でどこで生まれたの。大阪。大阪のどこで。川西じゃない。大阪の笑ってる。大阪のどこ笑ってるというのは。どう言ったの、バレるからやめます。え、何、バレるからやめます。いやいや、バレへんよ。バレはね、うん、もうあの姓は変わって嫁いで中川になってるわけでしょ。あ、そうそうそう、あ、そうです、そうです、そんな分からへん、分からへん。市議の、市議の、え、市議の、知ってる、市議の、市議の番さん知ってます。分かる、分かるかしら。分かる、分かる感じでね、市議の、はい、そして、はい、ほんなら2つも本当に2つ違うんですね、まるまる。ね、声だけが大きいんですわ。いやいや声だけで十分じゃないですか。それ以上なんでもおっぱいがまだ大きかったとかそんなん。いやそれが一番魅力やもん。え、あら、え、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、すみえさん、はい、まだ垂れてない。失礼な。そうやね、ねえ、そうよ。なんで高峰美恵子もものすごかったよ。30近くてあれです、有名だったよ。そうそう、それはね、うん、お風呂のシーンでもそうだ、ポカッと浮いとんちゃうかって違うんだよ。綺麗だあら、そう、見せたのか言わんの。見せた、あのね、見せたのかって。あのまだね、朝もまだやっとか明るくなってきた。元気になってきたよ。今車運転してる人ちょっとあの冷静になってくださいよ。はい、俺スメちゃんだけでもね、こんなん言ったら声だけ聞いてもね、あれまだ、はい、まだ40か50じゃないかと思ったらいけるんちゃうかと思う人がおるから、来てください。あかんって。どうぞ。そのうち放送禁止、俺クビになるやろな、ラジオが。え、え、すごい。あ、そう、そしたらあれやね、もう80です。もう80や、この3月31日で。そうや、ねえ、そうそうそう、だって僕もこの31日もうねなってるから、もうなったらやな、うん、え、年明けてこれ4月迎える時がちょっと、もう僕も78になりますからね。え、え、なんで、なんで僕は78数えるの。違う、万で、なんで、はい、僕昭和15年生まれだもん。15年、私13。あ、2つ違うだけ。2つだけ。そう、これ1つだったらな、あ、そうですか。1つ上の子、あの3つ上ぐらいまでもお嫁さんにもらうと幸せになるって、なんか何個上だった。そう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 、いや1つ上でしょ。1つ上かな、うん、僕だって、はい、なかなか幸せになれんと思ったら、うちの家内がね昭和10年なんですよ。上すぎる、上すぎるんだな、上すぎる、13年やもん私。だけどそう、ほんまに、へ、年いったわ。いや年いったってね。、はい、あの言っとくけどね、はい、あのスメちゃんなんかは、はい、年いったわって言うだけまだ若いんですよ。そうやね、もう若いつもりで言ってるんです。若いつもりって若いからええやん。ね、
だってお体悪いじゃ何にもならんわ。いやいや、それは気ぃつけない、うん、もう年やからな、はい、それ言うたらこんなん言ったらなんですけども、はい、ね、お子さんは何人産んだの？あ、2人産んだ。はい、ほじゃあうちの家内も一緒やな。2人、女の子2人でしょ。女の子2人、うん、私もちょっと待って、すみちゃんとこんな話してもらって、はい、その産んだ子供がよ、はい、子供がえ、もう55になろうってしてるんですよ。でもうち56。あ、ね、そらそう、あら、近いね、近いね、どっちも。ねえ、ほんと。ねえ。それでね、はい、あのもううちはもう孫もできてますけども。ああ、そうですか。だけど孫がね、はい、もう今働きに行くんですよ、これで卒業したら。はあ、はあはあはあ、もう間もなく卒業だね。それで今、はい、あの研修みたいでもう行ってるんですよ、学校行かずに。なるほど。もうすでにね。うん。そしたら、あのジジ、僕のことをジジって言うんですけど、はい、ジジね、あの、はい、ちょっとバイト代みたいなのもらったらしいんですよ。あ、だからちょっとね、あの、おごりますから、はい、いつも連れて行ってもらってるとこは高いからもうちょっと安いとこ行こうかとかなんか言ってるんです今。へえー、うん、だから、あ、そうですか、うん、だから嬉しいやらね。あら、そうか、こんな年取ってしもたな。いや、私ももう孫にね、うん、あの2人孫、うん、同居した時のお年玉もらいましたよ。嬉しかったわ。話聞いたわ。もう使わんと私しもてます。あら、そう、うん、どこにしもてんの？え、松田さん、これとこの辺ねえ、知ってる、はい、住所も全部分かってるし電話番号も分かってるから。いや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 、もう行くで。いや、ほんで下にあの娘は今横浜にいてるんですけども。どこで、横浜のどこ、どこどこ？広北区。広北って言ったらね、うん、あの僕が昔ドラマやってね、うん、あ、金妻とかいろんなやってる、うん、なんか大倉山の方です。あ、もうね、ほぼ詳しいですよ、うん、あ、ロケ地に行くから、まあ、バンドさんに何にも言われへんわ。大倉山の方やって、うん、そうなの、うん、それでね、それでそこはまだ小さい、高校1年生かな、うん、そこの孫は、うん、はい、あの辺りを見てんのが女の子と男の子で、あの同居してんのがね、うん、はい、そらー、そんなんでもう嬉しかったわ、あのお年玉。あ、そら、いやいや、はい、どこに直してんのよって言うのよ、ね、どこに嬉しかったな。そのままポッと入れてるわけでしょ。いやいや、もうちゃんと封筒に入れて、それをまた大事に入れて、はい、だから綺麗なまんまじゃない。でよそいまでやるか、それを。嘘やけど、冗談やけど。幸せやね。あの、ね、本当に、ちゃんとピン札で入ってた、やっぱり。はい。あはら。はい、ピン札で。おばあちゃんへ言って。あ、おばあちゃんへって。はい。いやいいな、ね。何よりやね。何よりも、ち、涙出ましたわ。そらそら、これは1000円とかね、1万円とかの問題じゃないですよ。はいはい。どっちだったの？1万円。1万円。え？1万ずつ、万札。お。ピン札。ピン札。はい、2枚？1枚ずつ。1枚ずつ。1枚の孫に。うん。2人から。おーね。それ持って、あのお父ちゃんとこ行きや。なんでお父ちゃんとこ行かなあかんの。まだまだ、まだまだ早いわ。まだ早いか。早いわ。もうちょっとええことあるやろ。あ、あるある。だってね、この頃ちょっとお元気なね、おばあちゃまだったらもう85までだったらどうってことないもん。ありがとうございます。だからまだまだこれ頑張って、オリンピックもあるし、そうです、オリンピックは絶対見るじゃないですか、ね、そうです、うん、横浜の孫と、うん、それと、まあ、できたらいっぺん行ったら、どこ行く、横浜まで、横浜のアリーナのところまで。横浜はね、うん、年1回は行ってます。行ってね、そうなんだ、うん、でも去年は病気したから。ああ、そうなの、うん、行ってない、向こうから来てくれました。おー、はい、しかしこれね、はい、ね、里美さんからいただいたお便りなんですが、はいはい、ちょっとこれ大変じゃないの、これ、はい、今年の7月、はい、え、よかった、え、3ヶ月も入院してました。いやいや、そうじゃなくって、はい、それ以上に、はい、嬉しいことがあるじゃないですか。
はいはい、そんな書いてありました。書いてあるよ。いや本当ね、え、あの里美さんから、はい、そんなことよりも何よりもってお元気になったから、うん、それよりもこの孫のね、はい、7月にどっちが結婚するの。はい、はい、じゃなくて金沢。え、神奈川の金沢。金沢、はい、いや北陸の金沢、はいはい、おそっちに嫁ぐんです。うわ、ちょっと寂しいね。はい、うん、寂しい、まあね、ちょっとね、まあ、それが一番やけど。そらそうやわ、うん、どんなことしてでも法廷でも行きたいけど法廷でも行かなんだら行かなんだ、うん、私の体次第やし。まあまあ絶対大丈夫大丈夫。これから暖かくなった時散歩しながらね、はい、なんでかっていうとこの孫娘が、はい、ね、結婚するっていうことは、はい、あのこんな言っちゃら、あのえスメジャーこれ言うたら僕らも結婚して、うん、まさかね、はい、娘が結婚するっていうのは分かるけども、はい、孫までっていう考えてませんでしたでしょ。そう想像もできないじゃない。はいはい、あんなハイハイしてた子がよ。はい、ね、本当それは嬉しいだろうな。それはもう最高ですね。そらね、はい、言っちゃ悪いけど、はい、多少の病気がどうあろうがそんなもんほっとけ。法廷でもね、腹でも書き切ってでもどないしてでも直してでもいいかな。もうまあ、ほでそんな、え、これね、すみえさんとこういうご縁ができたから、はい、これもしもですよ、はい、今度孫の時の結婚式が司会をバンド司会もしてもいいけどももしもすみえがちょっと体調が悪いっちゅうんだったら俺抱っこして行ったるわ。いや、まあ、言うたな、聞きましたよ。はい、バンドさんがサンダーバードな。いやいや、うん、サンダーバード。金沢です。金沢です。そう、いけるよ。それ分かってる。その前に、ね、ちゃんと僕がしますから、はい、お孫さんの、その前にお年玉どこ置いてあるって。いや、かまいさん。お前黙っとれよ、お前黙っとれ。おばあちゃんと話して。倍にしてお返しはるよ。いやいや、おばあちゃんと話してんでから。なんでバンドさん、どうしてもこのお年玉が欲しいね、俺は。ええ話してね、結婚式の時に。ああ、そして僕、そうそう、あのね、すみえさん、そして僕がね、もし行けたらそのお年玉を見せて、はい、ね、一万円10万円にして、いやいや、その皆さん、来賓の皆さん方にこういう心温まるような孫なんですよ。それがまさかね、すみえさん、ね、どう、はい、ちょっと来なさい、出てきなさいって言ってね、はい、二人でね抱き合って、はい、おじいちゃんはええやん、おじいちゃんは上から見とりゃいいんだって、そんなもん、まあそれはね、呼ばんでもね、呼ばんでも来よ、来よる来よる上から、うん、ね、うわ、上から来るやろ、来るよ、来るよ、バンドさんええわ言うて、バンドさんいらんって、いらんって、あれ多分な邪魔です。おじいちゃんなんちゅう名前やった。サトル、サトル、おしゃれな名前ね、はい、サトル降りてくると思うんだよ。サトル絶対降りてきよるけど、降りてくるわ。その時あのスミエ動揺したらあかんで、あんた上行っときって言うてよ。ほんまバンドさんが来るから席残しておきます言うて。それ席残しねえねえねえ、いいことやね、いいこと、うん、だけどね、こういうね、孫が結婚するという時までお元気でおれたっていうのは、これはやっぱり ね、神様のおかげでしょうけども、ね、これまたね、サトルさんにもちゃんと報告しとかないかんですよ、これな。はい、はい、してます。ねえ。申しましたよ。あ、言いました、はい、それで孫の結婚する相手は見た、はい、はい、あのうちも何回か。来よった。2回ほど来てくれはって。2回も。え、なんで。優しそうな。金沢の人、まさ、うん、まじ、あの真面目そうな人ですよ。まだわからんわからん、バンドさんと一緒よ。あ、そんなんいいね。コロッコロッ、こんな2匹の卵を10個も食べないと困るけど。本当に美味しい。卵10個食べないと困るけど、今度ね、すいませんけど、はい、7月8月ぐらいに電話させてもらいますよ。というのは、ね、あの終わってから、それでないと、あのサトルが、お待ちしてますわ、うん、サトルにもねちゃんと 、はい、言わないかんし、これはね、一応ね、サトルがね、なんかしたから赤ちゃんが生まれて娘ができて、はい、それの孫やからね、はい、サトルに責任取ってもらわないかんわ、ほら、責任取ることない。確かに幸せ、幸せの責任をね。ああ、幸せな責任、あの、どうぞまだまだ寒さが厳しいですから、はい、お体気をつけて、ね、ちょっと、はい、あの調子がいいって、あの安心したらダメですよ。ね、
はい、はい、それでは今日は本当に朝早くから元気なお声と幸せなことで、さとみさんにもよろしく言うといて、はいはい、言うときます。ありがとうございました。だいぶ元気づけられました。いやそう言っていただくと嬉しいございます。ありがとうございます。どうも失礼します。さとるにもよろしく。はい、言うときます。はい、こんな早いかんなんや。いやいやいや、そんな行けつちゃんと拝んどいてやっていうことや。はい、拝んどきます。はい、どうも、ありがとうございます。